はい、はい、どうもチョブリです。てことで今日はですね、今一番話題になってるあの最強センターバックを獲得することができましたということで、皆さんにねご紹介していけたらなと思います。その選手が、はい、こちらカリル・クリバリですね。てことで皆さん、こちらのガチャ引かれましたでしょうか。僕はもちろんね、このガチャ引いたんですけれども、クリバリ引くことができましたということで、これは本当にここ最近で一番嬉しかったですね。本当に欲しかったんで、まあ引けて嬉しかったんですけれども、僕はね、クリバリ、チアゴシューバー、スターリングといったね、まあまあの引きだったかなと思います。まあ欲を言えばね、ザカリアも欲しかったんですけれども、まあアプリの方ではね、ザカリアを引けて、まあ強気では引けなかったんですけれども、まあクリバリができたということで、これがね、一番大きいんじゃないかなと思います。本当に SNS とかでもね、まあかなり話題になっていますけれども、まあ過去最強のクリバリということで、まあクリバリがもともとね、本当過去最強みたいなところあるので、さらに最強を上回る能力ということで、いや、このクリバリはね、まあ、育成してみたんですけれども、めちゃくちゃやばいですね。まあ、ちょっと今日はこのクリバリ使って実際試合までやっていきたいと思うんですけれども、クリバリの6子こんな感じになっております。もう、これ見ただけで、とんでもないぐらいやばいですよね。まあ、今回のクリバリはですね、このレベル上限が25レベルということで、まあ、これがめちゃくちゃ上がってるのがね、ポイントかなと思います。まあ、強化はそこまで大きくないんですけれども、レベル上限が上がりましたということで、まあ、これでね、まあ、能力を強く育成できるといった感じですね。で、僕は育成こんな感じでやっていました。脚力8、エアバトル6、ディフェンス13ということで、まあ、完全にまずディフェンス中心に育成しましたね。とりあえず全部90乗せたいのねってところで、まあ、ディフェンスエースが94、ボールダッシュが95、アグレッシブネス90、守備意識92ということで、まあ、ここだけ見ても本当にもう最強クラスの、まあ、能力値してますよね。で、フィジカルも90乗せましたと。で、スピード瞬発というところなんですけれども、まあ、僕の中で最近ね、センターバックに瞬発ってあんまり必要ないんじゃないかっていうか、まあ、ディフェンス系の人に、まあ、瞬発ってあんまり必要ないんじゃないかなと最近感じていて、まあ、オフェンスだとね、かなり重要かなって思うんですけれども、まああんまりいらないかなと、これで瞬発を全く上げずに、まあその分スピードに振ったっていう感じですね。で、スピードに、まあ8振ったんで、スピードが82まで乗って、スタミナもね80まで乗りましたということで、まあ個人的には結構いい感じで育成できているんじゃないかなと思います。で、クリバリね、改めて見ていくと、プレイスタイルがハートプレスで、できるポジションがセンターバックと、適正薄めで右サイドバックといった感じですね。で、スキンを見ていくとこんな感じですね。ヘッダーマンマーク、インターセプト、ブロック、エアバトル、サイディングタックル、キャプテンシー、闘争心ということで、まあ、スキルが全部埋まってるわけじゃないんですけれども、まあ、ディフェンスにしてますけど、すべて兼ね備えてますよね。このヘッダーマンマーク、インターセプト、ブロック、エアバトル、サイディングタックル、まあ、これ持っとけばね、まあ、センターバック本当に問題ないんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、精度が普通、波小さいということで、まあ、今週みたいなね、チルシーがあんまり調子良くないみたいなんで、まあ、C とか D の時とかね、多いみたいなんですけれども、まあ、今週みたいな評価が C の時でも波小さいなんで使えますということで、ここに関してもね、いいポイントなのかなと思います。まあ、僕も本当にね、ずっとスタンダードのクリバリも使っていましたし、ハイライトのクリバリもね、これまで使っていたんですけれども、今回のこのハイライト FP のクリバリが、本当に過去最強ということで、めちゃくちゃ強いんでね、早速このクリバリ試合で使っていきたいと思います。はい、ってことで、マッチングの方をしたので、早速ね、やっていきたいと思います。で、まず今回の、まあ、やっていくスカットからね、見ていければなと思います。今回のスカットはこんな感じで、まあ、ライカールドとね、クリバリ組み合わせで、こんな感じでやっていこうと思いますね。これ、ディフェンスライン、クソ硬そうっすよね。グバルディオル、ライカールド、クリバリ、ハキミっていうね、めちゃくちゃ硬そうです。で、ビエラ、ペドリ、ネイマール、ソン・フミン、メッシ、ムバッペといった感じで、調子はこんな感じですね。まあ、ベンチメンバーもかなり調子いいです。ということで、こんな感じでやっていけたらなと思います。ちなみに相手の方はこんな感じですね。4-2-3-1の結構強気版だと珍しいワントップの形ですね。はい、てことで、じゃあ早速ね、試合の方やっていきたいと思います。はい、てことで、早速試合の方やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、せっかくね、ちょっとクリバリを使ってるんで、まあ、無失点っていうのをちょっと条件にね、そこを目指して頑張っていきたいと思います。もちろん攻撃もね、ちょっと頑張って点取っていけたらなと思いますね。いや、でも本当にこのクリバリが当たったのはマジでめちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、どれぐらいの刈り取りを見せてくれるのかっていうのをね、ちょっと皆さんにもね、お届けできればなと思います。ここを、ネイマールから縦。いや、無理か。当ていけるこれ。ソン・フミンから、サイド。当てて、いけるナイス。シューキャン、縦チョップタッチ。で、マイナス当てて、いやー、きつい。あ、ラッキー。ダブった。いやー、無理か。あ、ラッキー。ちょっと、ラッキーがついてる。ルーレットかましていっか。あ、かませないわ、これ。ダブった。あ、いいよ。いやー、無理か。これ切り替えていきましょう。このカウントちょっとまずいね。ビエラでしっかりまず真ん中を切って、いやー、これ、逆にクリバリ。いやー、これまずい。ナイス、ペドリ。めちゃくちゃいいカバー。いや、いいっすね。当てて、ハキミ使いたいな、これ。サイドハキミ一回使って、で、ここをついて、中、ビエラ使いつつ、ネイマール、で、縦。ナイス。
落としてもう一個でここスルーパス、いやー相手方しっかりマッチアップしてますね、うまいな。これも再度ハキミ行かせて中切りながら、中切りながら、このディフェンス中を切りながらしっかり、いいっすね。下げさせる分には別に全然問題ないんで、まあ、しっかりパスコース切っていけたらなと思います。いやめっちゃいいボール出してくるな。お、ラッキー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 。はい、ここしっかり、ビエラからね、落ち着いてちょっとビルドアップしていきますか。クリバリ、ビエラ。まあ、ハードプレスってまずプレイスタイルがめちゃくちゃいいっすよね。個人的に、やっぱりセンターバックはハードプレスがいいよねってところで。いやー、これ無理か。いやー、ここ、クリバリ出していいかな。やばい。まずい。これ出さない方がよかったか。ハキミ。ハキミ。ライカ、撃ってくんの？危な。そこから撃ってくる。思いっきりのせやばいね。ここクリバリ。ナイス、クリバリ。いいね。当てる、チョンでここ当てて、で落として、いいよいい崩しで、ここネイマールいい上がりしてる、これルーレット一回かまして、いやーしっかり足出してくるんだね、ビエラ。いやーむずい、クリバリナイス、いやクリバリ最高です、ナイス。当てて落として、ここ来た、ソンフミンニア、いやオッケーナイス。当てて落として、ここソンフミンニア、いやオッケーナイス。いやこれもクリバリのボール出しからじゃない、いやいい感じですね。まあ、やっぱハードプレスってあえて僕がカーソルを合わせなくても勝手にね、まあ、相手に近い位置でボール奪いに行ってくれるんで、それがめちゃくちゃいいところですよね。やっぱりどうしてもイフットボール動かせる選手は1人のみということで、まあ、チームプレスね2人動かせますけども、基本的にはカーソル1人のみってことで、やっぱり AI の動きってかなり重要になってくるんで、そういった意味でこうクリバリみたいなハードプレスのセンターバックっていうのはかなりいいですよね。これしっかり相手の方は落ち着いてるね、負けてるけどしっかり丁寧に回してきてますね。あーラッキーナイス、ソン、バペ、はいここんか、いやーしっかり入ってくるなパスコース。ビエラで、これビエラ下げたい、こういう時はボランチ下げる、ボランチ下げてビエラいける、いや無理か、ハキミやばいなこれ、ちょクリバリ、クリバリ頼む、クリバリ頼み、いやーきつい、ライカルト、ライカルトナイスナイスナイス、いい守備下使って前半ラストこれまだあるよ、ナイス落として、いやー勝てん守備マジで、ナイス、人数多すぎないこれマジで、ディフェンスのとんでもないぐらい多いんだけど、ナイス当てて、こっちナイスターン、チョップタッチ、シューキャンダブタ、オッケー今回、いやー完璧だけど流れ、いや無理、まだある、まだラストあるんじゃないこれ、マルチョンここ使って、ここまだある、シューキャン中チョップタッチ、ここ中使えそう？いやー無理か、ずれちゃうか。前半終わりかこれ。はい、後半やっていきたいと思います。ディフェンスは結構いい感じで守れてますね。クリバリとライカールドでしっかり中央守れてるかなと思うんですけれども、攻撃がなかなか難しいですね。もう一点取っていきたい。ここソンフミン来た。ワンツーある？来た。バッペ。もう一個ここ。ここ。いやー無理か。これ。ナイス。いい守備。当てる。いいよ。いい守備よ。ここスルーパス。あ、ある。スルーパス。シューキャン。ダブた。今回。オッケー、惜しすぎない、あんな吹かす。ナイスクリバリ。いや、強クリバリ。ナイスナイスナイス。取って、当てて、ここ、縦いけるかな。ナイス。いいボールだよ、これ。で、中行かせて思わせて、縦。で、マルチョン。来た。待って、スルーなの。なんで、ルーレット。大きいよ。いや、いける。ナイス、いける。いやいやいや、強い。ダブた。あ、強い。いや、マジかよ。ネイマール最強だけど、相手のこれ誰？めちゃくちゃ止めてくるじゃん。あれ、カンか誰だ？なんかもう一回くらいマイナスいけそうな予感してるな、俺。もう一回マイナスいこうか、これ。もう一回いけそう。ナイス。ここ。いや、これ食べた？え？コマン？え、強い。え？あれ？いや、PK。え、コマン、えぐ抜けだし。謎の PK もらいました。これは速攻で消えます。ここ右です。ちょっと、コマン枠でけえな。決めてくるよ、しっかり。いやー、やっぱさ、枠でかいと思ったんだよね、コマン。もうフラグ回収してるじゃん。枠でけえなって言った途端だよね。なんでコマンで蹴ったんだろう。まあまあまあいいでしょ。切り替えちゃっていこう。ルンメ逃げ、ナイス。落として。ナイス。いや、無理か。だいたいこういう流れの時マジで失点するからな。ちょっとほんと気をつけていきたい。ピラで切って、ナイス。で、縦当てる、ガビ。レオンある。縦。いや、いいボール。いや、惜しすぎる。ちょっとこれ、頑張って下げよう。ナイスナイス、グバリドル一回中当てて、それで一回外、外ってそこじゃない、そこじゃないよ、ガビだよ。ナイス当てる。あー、これ一回サイド行こうか。コマン、シューキャン中、いやコマンえぐ、コマンえぐい動きが。
や、コマ、いや、無理か。さて、これダメだ。ファ。いやー、キーパー強くない？グバルディオルからガビ落としてビエラから中一回クリバリ使って当てる当てるでサイド使ってまあこうパスでねじらしていくとこう中盤でしっかり当てて縦パスをね当てるタイミングをこれいけんじゃない？いいよ落とす。いやーずれてる？まだある？やべやべえこれ。ナイス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 。しっかり落ち着いてじらしてこうじらしてこうナイス。こうマルチョンとか使ってねナイス当てる。もう一個外。いやーきついか。逆にカウンターこれ気をつけたい。ビエラ、うーん、ちょクリバリとねライカールとかいるから。ナイス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 。いいよ縦。いやーこれよくね。これやばい。うーん下げようかボランチ。いやもうビエラが強すぎない？これビエラが最強すぎる動画になってるぞこれ。しっかりビエラ、ビエラえぐい。まあ、でもビエラがみんなビエラがやばすぎる。ナイスガビ。レアもいけんじゃない？レアン来たー。これ立って中キャンダブった。で相手ニア。いやー待ってマニキーしてなかった今。マニュアルキーパー読んでニアやったのにそこでしてこないのか。ライカルト、ナイスライカルト。虫やら立って。いや最強今回。イエー入らん。ああるちょっとやばい。これラストこれカウンター怖すぎる。クッとハキビ、ナイスナイスナイス。ちょっと待ってハキビナイス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 。オッケー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 。はい。ってことで、なんとか無失点で抑えられましたね。皆さん、試合の方いかがだったでしょうか。正直、クリバリがそこまでめちゃくちゃ刈り取るシーンというのはね、多くなかったんですけれども、まあ、シュートもたくさん打てましたし、守備もしっかり安定して守れたんじゃないかなと思います。まあ、2、3回かな、クリバリがしっかり刈り取ってくれるシーンもありましたけれども、まあ、今回のクリバリは本当に過去最強ということで、めちゃくちゃ強い能力値になってるんで、まあ、今回獲得した方はね、本当一生勝ちつかに残るぐらいのレベル感、それぐらい最強かと思うんで、ぜひね、まあ、獲得者から使ってみていただければなと思います。はい、こんな感じでいくともの動画やってますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。